にちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はリクエストが多かった私の最近の夜のスキンケアをご紹介していこうと思うのですが、ズバリメイク崩れは前夜仕込みで解決というテーマでやっていきたいと思います。最近結構この季節が変わってきて、こうメイク直しの動画だったりとか、崩れにくいベースメイクを紹介している動画とかコンテンツいろいろ見るんですけれども、私としては土台がいいに越したことはないというか、土台を良くしておくことでメイク直しのスキルがそこまでいらなかったり、面倒にならなかったりとか、朝のスキンケアってやっぱりその後すぐメイクをするので、思いっきり保湿したりとか思いっきり塗りたいものを塗れない場合もあると思うんですよ。なので前の日の夜の仕込みがすごく大切になってくるんじゃないかなと思うので、そういう視点で今回はスキンケアをご紹介していこうと思います。ちょっと今日動画の最後に私のイベントの告知をさせていただこうと思うんですけれども、そちらは概要欄、そして動画の最後に改めて告知させていただきますので、ぜひお越しいただけたらというふうに思います。それでは動画スタート。まず一番初め、洗顔後お風呂上がりに塗るものはこちらのプライドアールで購入している飛脚というブースター美容液です。内容がすごく繊細になっているので冷蔵庫で保管しております。こちらをですね、まず洗顔後にすぐに2、3滴ですね、ポタポタポタっと垂らして、しっかりとすぐに蓋を閉めて、これ手の甲になじませすぎてしまうと手の甲にスッと染み込んでしまうので、軽くプツッとなじませたらお顔全体にまずすぐになじませます。私はこれを使い始めてから毛穴が引き締まった感じと、この肌のキメがすごく細かくなったというような実感、あとは揺らぎやすい肌もすごく安定するようになった気がして、スキンケア結構本気で頑張りたいっていう方にはおすすめしたいブースター美容液です。私はね、こう浜田勝さんに対してこう絶大なる信頼を抱いているので、ブライトワールの商品は結構チェックしているんですけれども、その中でもこちらは大好きです。次は化粧水を塗っていきます。こちらもブライトワールです。ブライトワールスキンローションの保湿化粧液を使用していきます。かなり高い保湿力で美容成分もすごくたっぷりと配合されています。私はこれを化粧水兼乳液として使用します。白く濁っているんですけれども、結構サラサラとしています。こちらを手の甲で温めながらじっくりとなじませていきます。こちらはメイクの邪魔も一切しないですし、自分用と現場用でいつも必ずストックがあります。そうしましたら、しっとりと保湿をさせた後はすぐにパーツケアに取り掛かります。パーツケアっていうのは目元だったりとか、このほうれい線など、このピンポイントでケアしたい部分、今あるシワがもっと深くならないうちに、まだできていない方はそれが刻まれる前に丁寧にケアをしてあげることで、この先のケアもどんどん楽になっていくんじゃないかなというふうに思います。深いシワが刻まれてしまってからケアをしていく、改善していくってすごく大変なので、できるだけ早い段階でパーツケアを取り入れることは私はすごくおすすめだなというふうに思っているのですが、まず一番初めですね、クリスチャンブルトンのリフトクスを使用していきます。クリスチャンブルトンは私も監修に入らせていただいている高級サイエンスコスメブランドなんですけれども、そちらの中の目元に特化したラインが20種類以上のアイテムがあるんですけれども、その中でも一番世界各国でも大人気、私も大好きなリフトクスはヌルボトックスっていうふうに言われているんですね。先端がロールタイプになっていて、まず目周りに塗ります。これ目周りにコロコロいろんな塗り方をしていいんですけれども、私は最近でも乾燥が気になるので、目の下にたっぷり転がしながら塗布して、そして目を閉じて目周りにコロコロと転がしていきます。で、目尻のこのシワができやすい部分にも塗り、眉間のシワができやすいところにも塗ってね、こちらのほうれい線の部分にもちょっとこう引き上げるようにね。このサラサラ感なのにものすごい保湿力もありますし、結構ね即効性がすごくあるので、目周りの小じわとかに悩まれてた方とかはこれ大体ね1ヶ月半ぐらい使っていただくと、1本まあ使い切っていただくと本当に目周りが滑らかになったとおっしゃる方もすごく多くてですね、なんて言っても手軽なのでね、こう目が疲れている時とかコロコロしながらリフレッシュさせたりもしています。そしてその後にですね、私は最近この2種類をどちらか毎日気分によって使い分けてるんですけれども、クリスチャンブルトンの紫の方がアイケアジェルです。ピンクの方がシークリームです。
こちら2つはこちらの飛脚と一緒に冷蔵庫に保管しています。冷蔵庫に化粧品コーナーみたいなのがあって冷やすものは全てそこにこう入れ込んでいるんですけれども、シークリームを使っている日が最近は多いんですけれども、本当にリフレッシュを求める時にはこちらのアイケアジェルを使用しています。アイケアジェルも目元用の保湿ジェルなんですけれども、頬の高い部分までたっぷりと塗り込んで、こうジェルパックのような感じで私は使うことが多いです。プルプルのジェルなんですけれども、ローズの香りがすごくねいい香りで、疲れた今日は癒しが欲しいっていう日だったりとか、あとこの生理中ですね、生理中ってこう結構こうピリピリしてしまったりするじゃないですか。私もね結構それあるんですけれどもそれ体調とか自分のサイクルに合わせて、特にこうリラックスリフレッシュが欲しいなっていう時は、お風呂でじっくりこう温まってちょっとホテホテした時に冷蔵庫で冷やしたこのアイケアジェルをねのせると本当に気持ちがいいんです。美容に冷えは大敵って言うと思うんですけれども、もちろん冷えは大敵、絶対体は冷やしちゃダメなんですけれども、冷やして細胞を活性化させることによって美容成分がより浸透しやすくなるので、特にこの美容成分を浸透させたい部分に関しては少しひんやりさせるっていうことはすごく大事なんですよね。すごいツヤを放っていますでしょ目周りがかさついたりとか乾燥でガサガサするっていう方には特にこのリフトックスとアイケアジェルの組み合わせおすすめですし、アイケアジェルを使わない日はシークリームというねこのピンクのクリームを使用しているんですけれども、こちらはもちろん保湿にも特化しているんですけれども、美白効果だったりとかエイジング効果があるものになります。こんな感じでいつも冷蔵庫に重なって入っていて、その日の気分に合わせて使い分けています。そうしましたらこれにフェイスクリームを塗って終わりです。私が愛用しているのがこちらのアンブリオリスのモイスチャークリームです。しっとり感はすごくあるんですけれども、伸びは結構サラサラっとしています。私ね愛用品がね変わらない人で、仕事柄本当にいろんなものをね試したりとか送っていただいたりとか、もちろん自分で買う時もたくさんあるんですけれども、スタメン入りするにはねなかなかやっぱ今あるものがすごくお気に入りなのでなかなか変わってなくて本当申し訳ないですけれども、これは、メイク前に使うのもすっごくおすすめ。メイクのノリはね格段に良くなります。夜の保湿ケアとしても本当におすすめで、保湿クリームなどを塗ってメイクに取り掛かると思うのですが、この段階でできるだけお肌の状態をしっとりさせて翌朝迎えることで、次の日のクリームの量そこまで欲張らずにしっかりとこのもっちりした肌をメイク中もキープすることができますので、夜の保湿はね本当にものすごく大切だと思います。ちょっと保湿力がね冬物足りないっていう方はオイルを取り入れることをおすすめします。私のおすすめのオイルはですね、ニュクスのプロディジューオイルというものなんですけれども、お顔にも使えますし髪にも体にも使える万能オイルで、少量乾燥が気になる部分に塗ってこのクリームで締めるか、もしくはニュクスオイルをもうベタベタとなるまで大量に塗って締めるか、どちらでもいいと思います。油分と水分どちらが足りてないのかによると思います。こんな感じでですね、私の普段のスキンケアはこちらで終わりで、かなりエイジングケアと保湿と揺らぎやすい肌にも対応したようなスキンケアになっているんですけれども、週に 2,3 回この後にナイトマスクをします。杉尾公園ミツバチコスメのナイトパック、そしてクリスチャンブルトンの目元用のナイトパック、ミツバチコスメのこれはこのような感じでクリームなんですけれども、ちょっとサラリンとしたテクスチャーでですね、スペシャルケアなのでね週に 2,3 回もしくは大切な予定がある前の日にやることをおすすめするんですけれども、あんまりベタつきがないところもすごくいいんですよね。最高なマスクです。そしてですね、プレシャスゴールドアイマスクというね翌朝効果実感マスクって私は勝手に呼んでいるんですけれども、そのくらい翌朝目元がすっごくふっくらします。目周りのコンシーラーのり全く変わります。全然違う。そしてこれを週に 2,3 回コンスタントに続けていくと本当にね目周りの肌質が変わるんですね。これはどこがすごいかっていうと、ものすごく高い純度のゴールドが使用されています。ちょっとゴールドっぽいカラーで伸ばすと結構キラキラっとねゴールドが見えます。まぶたの上も塗っちゃってくださいね。たっぷりと塗ってこのままおやすみなさいって寝て、翌朝洗顔で
洗い流します。この2つは翌朝洗顔で洗い流すものなので洗顔忘れずにしてください。メイクの直前にこう頑張ってうわーっていろいろ塗りたくってメイクするとやっぱりちょっとメイクのノリが悪くなってしまったりとか、逆にこのスキンケアをちゃんとしないでメイク直しだったりとか長く持つベースメイクの塗り方なんかをこう習得しても結局土台がね整っているに越したことはないと思いますので、ぜひこのスキンケアが参考になればというふうに思います、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。参考になればとても嬉しいです。メイクを楽しむにも土台がいいに越したことはないので、ぜひ土台作りお肌作り一緒に頑張っていきましょう。ということでですね、1月のイベントについて告知させてください。私が監修に入らせていただいているフランスの高級サイエンスコスメブランドクリスチャンブルトンの中で目元のスキンケアに特化したアイプライオリティというシリーズがあります。今回ポップアップショップを開催するんですね。その中で目元のメイク直しの方法っていうのをレクチャーさせていただく予定です。私が出させていただくのが1月11日と12日の2日間、午後の14時から約30分間、場所は2階の一番地クローズアップステージにて、 MC はですね栗原邦夫さんが越しくださります。皆さんあのイベント来てくださったことがある方はご存知かと思うんですけれども、あの非常に愉快で楽しいエンターテイナーな方なんですけれども、楽しくそして皆さんの実りのあるイベントになるようにいろいろと考えておりますので、ぜひお越しください。このポップアップショップでは各目元の悩みに特化したセットを揃えていたりとか、あとは私がちょっとチョイスさせていただいたスペシャルセットみたいなものもご用意しております。そちらにはオリジナルポーチなどの特典もついているので、ぜひそちらもちょっと気になる方覗きに来ていただけたらというふうに思っております。詳しくは概要欄にも書いてあるのでぜひチェックしてください。ぜひ1月11日12日の午後開けておいていただけたらとっても嬉しいです。最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、ノートもやっているのでぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。